道路の右側にぼんやりと映る熊。撮影されたのは今日午前1時15分ごろ。南区白川の市道を車で通っていた人が前方に熊1頭がいるのを見つけ撮影しました。熊が目撃された市道近くの果樹園では、先週から熊がプラムや桃を食い荒らす被害が相次いでいて、札幌市と果樹園が電気柵やカメラを設置して警戒を強めていました。 警察は付近の住民に熊への警戒を呼びかけています。